ルイ・アレクサンドル・シロンは、モナコの F1 レーサー及びラリースト。19世紀の生まれであり、フィリップ・エタン・セラン、ルイジ・ファジオリと並び自動車の誕生や成長と、そっくりそのまま年齢が重なる、モータースポーツの歴史の証人ともいえる人物である。シロン・ワカルブ・ガッティ・タイプ51シロンは1899年、モナコのホテル経営者の子として生まれ、第1次世界大戦で兵役に着いた際、 ホッシュ元帥の運転手として、自動車の運転を学んだのをきっかけに興味を持つようになり、1923年、ニース近郊のヒルクライムで活躍し始めると、スイス人実業家であるアルフレッド・ホフマンの支援を得る1926年には、最初の地元のレースで優勝する。その後、ブガッティワークスリを果たすとメキメキと頭角を表し5年間で10勝を上げ、 ブガッティタイプ35バイトでエースドライバーへと成長した。1929年にはインディ502ドラージュを仮出場7位へと食い込むと、1931年の第3回モナコグランプリではブガッティタイプ51で競合を下し念願の地元優勝を遂げる。1933年にはルイジ・キネッティと共にスパ・フランコルシャン24時間レースに出場し、 アルファロメオ 8C-2300 を仮優勝。その後、エインツ・オフェラーリ率いるアルファロメオで活躍。期待に応えるも1934年、フランスグランプリを P3 で勝利する。しかし、メルセデス・ベンツとアウト・ウニオン率いるドイツ勢が優勢となると1936年、メルセデス・ベンツ陣営に加わる。この年の W25K の不調により、 ドイツグランプリで事故により、重傷を負うまでの3年間で5勝を挙げる。1937年、1938年、スポーツカーレースによるタルボで1勝し、その後に引退。そして世界は、第二次世界大戦へ突入し、グランプリは中止される。復帰した第二次大戦後、タルボラーゴでの1947年、フランスグランプリ、1949年 GP ド。 フランス優勝など、往年の勢いを感じさせる活躍を見せたものの、デシュタポ発言などで晩年を汚した感も否めなく、ない。その後の F1 ワールドチャンピオンシップにも、マセラティから参戦し、1950年、モナコグランプリで3位となり、最後の表彰台で飾った。1951年は、スイスグランプリのみマセラティでそれ以降はタルボから参戦したが、 ノーポイントに終わる。それから1年置いた1953年自らオスカで、フランスとイタリアに、スポット参戦するも低迷な成績に終わった。この頃からの体力の衰えからか、スポット参戦のみなり、そして、チェッカーフラッグを振るなどの仕事が多くなると、1954年は、会一には参戦せず、ランチア,アウレリア GT で、ラリー・モンテカルロ総合優勝を飾った。 このモンテカルロで行われているラリーとグランプリともの意思カテゴリーにおける2冠という功績とレイニエ大抗からの希望もあって1955年はランチアから D50 を買ってのモナコだけのスポット参戦となった。だが10歳年下とはいえピークを過ぎた45歳のルイジ・ビッド・レイジに遅れを取る結果となり6位でフィニッシュとなった。しかしこのレースでシロンは55歳9ヶ月という 最高齢完走記録を達成した。1956年には、後の名プライベーターである、スクーデリアチェントロから参戦。そして1958年はついに予選落ちとなってしまった。会一最高齢の58歳で引退。そして前述の功績により、レーニエ大公から、モナコグランプリ及びラリー・モンテカルロ競技長、クラーク・オブ・ザ・コースのポストを応接かった。 1979年6月22日没。これだけの偉業を成し遂げたモナコ人の F1 ドライバーはおらず、また地元のグランプリを得意とし、フランスとモナコでは通算6勝を上げていることも彼の力量の高さがうかがえる。その栄光を称えて、モンテカルロ市街地コースのコーナーには、胸像とともに彼の名前が付けられ、21世紀に入り、 最高部ガッティによるスペシャリティコンセプトカーに18、3シロンという名が冠されたほか2016年から生産しているスーパーカーにシロンと彼の名が付けられた。ラージセレブレーションパーティーはズギブインモナコ、インホワットイズナウリガーデド、アズワンオブザブラックモーメンツオブケイローン、エスライフ、アットザパーティー、インフロントオブニューメラスレースオーガナイセス、レースドライバーズ、 アンドセレブリティーズ、ケイローンディンウンストザフィーメールドライバーヘル、ナイスバイディクレーリング、ザットシーハードビーンアンエージェントオブザ、ゲシターポデューリングザウォー、ヒズアンセーブシタンシティドアリゲーションデストロイドナイス、エスライフアンドシーウッドビーシュンドバイオール、ダイングインアブジェクトポバティ、フトジワ、ポールポジションサンエーショボー、ラリーアンド、クラシックスボリューム4ラリーモンテカルロ100年の記憶、ない、 ルイシモンは二度勝つより一部抜粋、参考、過失。ルイジファジオリ、ルドルフカラツヨラ、チームメイトであるアッキレ・バルチラ。この発言に対するエレニースを無実とした上での発言非難は、ブガティクイーン・ミランダ・シーモア・チョニー現社館内でも触れられている。この1954年大会のラリー・モンテカルロは、減点ゼロ頻発を防ぐ名目で、 スピード重視の規則回転がなされた初年度ということもあり、GP コースのスピードテストが加えられたことでシロンにとって優位となったラリーでもあった。最も近かった例ではスターリングモスが挙げられるが、1952年、ラリー・モンテカルロでの2位が最高位。30年代、ダンサーからの転身でブガッティを仮グランプリにも参戦した女性ドライバーであるエレニース。 1949年のラリー・モンテカルロ出場の際、その前夜祭りパーティーの席上で近づいてきた紳士より、いきなり大声で、この下下っぽの手先目とののしられた。その声の主がシロンだったという。シロンとはかつて部学期時代の領友だったこともあり、戦時中ニースがユダヤ系ドイツ人レイサーと親密だったことを受けて、戦時スパイと食ってかかった。 罵倒劇であるが、シロンが君臨するモナコという大勢のセレブリティが、参集する席上でのその仕打ちこそ、呆然とするニースからこの先のモータースポーツ活動を、一瞬にして奪ったとされる。all results of ルイス・ケイローン。r、t s、c a c i n g s p o o r t s c a r s c o m 2017年10月19日閲覧。ありがとうございます。